うちの工場も古くなってきたけど、何かあった時のことを考えておくべきかな。もう備えあれば憂いなしっていうし、でもまあ、うちは大丈夫か。非常時の備えは大切ですよね。自然災害はいつ何時襲ってくるか分かりません。あれ？なんだ？皆さんはもしもの時の対応をどのようにお考えでしょうか。こんにちは、中小企業診断士の溝井です。非常時に備えることは大事だと分かっていてもなかなかできません。また一口に非常時といっても台風や地震などの自然災害だけでなく、大規模な火災や爆発などの事故、さらには社員の感染症への罹患、社員の不正なども含まれるかもしれません。このような企業存続に関わる非常時に私たちはどのように対処すればよいのでしょう。パナソニックの創業者松下幸之助さんは、台風で自社の工場が大きな損害を受けた時にこのような言葉を残しています。こけたら立たなあかんねん。この言葉にはどのような意味が込められているのでしょうか。昭和9年9月21日、高知県の室戸岬に上陸し、関西地方に大きな被害をもたらした室戸台風の時の話です。松下電器は前年に大阪府門真市に大規模工場を建設して本社を移転したばかりでした。しかし、その新社屋が台風の直撃を受けてしまったのです。台風が過ぎ、風が収まった頃、ようやく工場にたどり着いた松下幸之助さんを工場長が出迎えました。えらいことになりました。ご案内します。いっぺんずっと見て回ってください。いや、かめへんかめへん。はあ。君な、こけたら立たなあかんねん。ちっちゃい赤ん坊でもせやろ。こけっぱなしでおらへん。すぐ立ち上がるで。備えしや。移転したばかりの新工場が大きな被害を受けたにもかかわらず、幸之助さんは工場の細かな被害状況には目もくれず、まずはお得意様先へのお見舞いを社員に指示して去っていったそうです。経営者の仕事の一つに先を読むということがあります。災害時の備えとしては BCP 非常時の企業存続計画づくりがあります。 BCP は物・仕組みの備えを計画することになりますが、合わせて心構えの備え、これを持つことが大切と言えるのではないでしょうか。こけたら立たなあかんねんというお話、私はこんなふうに受け止めました。過ぎたことに行動せず、再建の方法、資金調達など迅速に前向きの問題解決に動くことだと思います。